はい、皆さん、こんにちは、ノッツォでございます。ということで、今回もですね、ツイステッドワンダーランドやっていきたいと思います。今回やっていくのが、スキャリーモンスターズ、エンドレスハロウィンナイト、エピソード4の追加が来ましたので、こちらやっていきたいと思います。増殖デンジャラスということで、デンジャラス続きですね。やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。エピソード4ということでやっていきまーす。はい。ね、全員というか、前回というか、まあ、含め、まあ、第3章では、このね、それぞれが奇妙な階段にたどり着きまして、まあ、それぞれ、まあ、さらわれていたというか、消えた、学生、寮生たちが、来て、まあ、それぞれでこう、解放してあげたというか、まあ、なんだろう、ゴーストに乗っ取られていたのを解放してあげた、みたいな感じでございました。で、前回は、まあ、フロイド君とか、レオナさんという、まあ、喧嘩早いというか、ね、一緒にいると胃が痛くなるようなメンツ と、行動を共にしたエース君、そしてそこに運よくね、こうね、弱みを握られてはいけない場所で弱みを見せてしまったというか、何とも言えない感じの姿を、フロイド君とレオナさんにさらしてしまったエペル君がいましたと。まあ、エペル君可愛かったんだけど、なんだろう、妖精さんだったんだよね妖精さんでした。はい、ということで、今回、この奇妙な階段中ところをやっていきたいと思います。まあ、なんか狭いようで広いんだろうね。はい。通話。ようやく、あれか、先生に渡されたアイテムが役立つ時がやってきたのかなって感じだよね、これ。何のためにお前来たん、持ってきたんだっていう感じだったもんね。ここ来てから通じねえってなって。ガラクタだったっていう。4の1、俺は先に進みたい。行きましょう。俺は先に進みたい。奇妙な階段。ハロウィンが終わらないか、聞けば聞くほどわけがわかんねえ状況だな。それで結成されたのが、なんて名前でしたっけ。ハロウィン終わらせたいた。ジャック、そのしょうもない名前、無理して使わなくてもいいからな。俺たちは皆、ハロウィンに終止符を打つために立ち上がったんだが、闇の鏡を通る際にバラバラになってしまったんだ。みんな今頃どこでどうしているんだろうか。もしもし、バイパー君聞こえますか。どこからか学園長の声がしないか。ジャミル先輩、胸ポケットが光ってるぜ。これは瞳の鏡が反応しているのか。ようやくか。学園長、こちらスカラビア副寮長ジャミル・バイパーです。ああ、バイパー君、よかった、無事でしたか。鏡に学園長が映ってる。なんだこれ。この鏡は通信機だ。学園にいる先生たちの手鏡とペンダントがつながっている。しかしここがゴーストの世界だからか、ずっと使用できなかったんだ。通じてよかった。シルバー君も無事で何よりです。それにパウル君も一緒とは。あなたも救助されたんですね。あなたもということは、他のみんなとも連絡が取れたのか。ええ、これでハロウィンを終わらせたい全員と連絡が取れました。みんな無事ですよ。さらわれた人も現在までハール君を含め計4人見つかっています。そうか、よかった。あは、なんかもうそんなに話が進んでるんだ。まあ、この奇妙な階段入ってからなんかみんなそんな感じつながるようになったんだろうね。学園長、状況を確認させてもらえますか。なるほど、ハロウィンを終わらせたいの者たちは4班に分かれてしまったの。そしてみんな俺たちと同じように階段だらけの空間にたどり着き、瞳の鏡が通じるようになったと。他のメンバーが言う階段だらけの空間が俺たちのいる場所と同じだとしたら、探し出して交流するというのも一つの手だが、イグニハイドのオールドシュライト君が言うには、自分たちの周囲に生体反応はないそうです。キングスカラー君もハント君も辺りに聖者の気配はないと言っていました。ずっけー離れたところにいるってことか。それならまだいい。似た景色だとしても、時空がねじり入れている以上、完全に、別時空にいる可能性も高い。
そうか、ここはゴーストの世界ですもんね。じゃあレオナ先輩やラギー先輩を探しても無駄足になるかもしれないのか。ここで時間を無駄にするわけにはいかない。みんなを助けるため俺は先に進みたい。ああ、より多くの鏡のかけらを手に入れるためには手分けして集めた方がいいだろうしな。俺もそれでいろんなやつ先輩たちの足を引っ張るつもりはないんで。他の3チームの皆さんも同じことを言ってましたよ。こういう時だけは不思議と意見が一致するんですね。ですが、くれぐれも気をつけてください。ゴーストたちはみんなが驚いた瞬間を狙って取り付いてくるそうです。決して油断はしないこと。ご心配は無用です、学園長。ああ、俺たちハロウィンを終わらす隊に任せてくれ。結局最初につけた名前がずっと続いてんのおもろいな。トリグリア、危険は覚悟の上でしょう。あ、先生サイドか。鏡の間、生きた人間を驚かせて肩に乗り移る。そんな危ないゴーストを跋扈する世界を子供たちだけの調査させることになるとは。今更何を超えるとも危険は覚悟の上でしょう。ドレイン先生も納得して奴らを送り出したではありませんか。それは我々が生徒たちをサポートできると考えていたからだ。もちろん彼らは優秀な魔法師の卵、同実力を信用していないわけではない。だが実力があるがゆえに危険な行動に出がちだ。あなた方も知っているだろう。まさか頼みにしていた瞳の鏡が限られた場所でしか使えないとはな。仕方ないよ。お兄ちゃんたちがゴーストの世界に行くだなんて誰も想定できなかったんだからね。それに事前に分かっていたとしても、結果は今とそう変わらなかったさ。ゴーストの世界で俺たち聖者が対策できることなんてほとんどないんだから。くっ。ドレイン先生、そんなに険しい顔をせずとも大丈夫ですよ。バルガス先生、この爽やかな笑顔、もしや何かいい策が。ええ、こういう時こそ、筋肉で解決だ。俺様が鍛えてやった彼の筋肉がきっとゴーストを弾き返す。そう心配せずとも、体力育成の効果は抜群のはず。ああ、ああ、聞いた私がバカだった。バルガス先生、肉体を鍛えていてもゴースト相手では意味がないことはすでに証明されている。タバナクローのジャック・ハウルでもゴーストに乗り移られたんだぞ。わーお、クールなしてきたね、クルーベル先生。ここで揉めるのはやめましょう。ハロウィンを終わらせたい全員の無事が確認できただけでも良好だと考えなければ。再び彼らが歩み始めた今、私たちにできることは生徒たちの無事を祈ることだけ。離れ離れになった彼らに代わり、私たちは一丸となって生徒を応援しましょう。はい、まあ、そうするしかないのが現実だわな。ルビーコンテ、わあ、でもあれだ、あ、そういう感じで、なるほど。これあれだ。4の2までが、この共通みたいな感じで、こっから分かれるんだな。了解了解。つまりじゃあ、やっぱそうだ。実はイグニハイドだけちょっとまだやってないっていうのがバレてしまいましたと。ルーク・トレイン・セベク・デュース。ここちょっと解放できてないな、まだ。まあ、まだ授業やっとくわ。一体どんな状況でということでやっていきたいと思います。また戦闘か。もう前回のショーで戦闘しまくったから今回ないのかなと思ったら、あるわ。さあ、4の3、一体どんな状況で。異空間、奇妙な階段。あ、この、閉ざされた。あ、なんかまた変なとこ来た。しかも読めねえし、なんちゃらの森。今度のゴーストの世界は森か。階段の先にあった扉を開けたら全然違うところに飛ばされちまった。説明は聞いてたけど、
突然景色が変わると混乱するぜ。ゴーストの世界ってすごいっすね。ゴーストに驚くと取り憑かれるぞ。また泣き顔を晒す失態を犯したくないのなら気を引き締める。あ、というか、そういえば1年生があれだね、どんどん見つかってるね。まあそのジェイド君を除いてね。その他1年生はなんか悲しいとこというか、ね、なんとも言えない状態を晒してるっていう。な、あ、もう二度とゴーストなんかに遅れは取らねえよ。割に俺、森には慣れてますから、安心して任せてください。森に慣れている。はい、俺。なんだっけこれ。なんちゃらの国では北の方の出身で森に囲まれた環境で育ったんです。敵が身を潜めてそうな場所とか危ねえ場所とか狙われやすい場所とか分かっているつもりです。例えばジャック君って幼少期にルークさんと会ってるんだよね。確か5章でそんなシーンあったような気がする。そうか。俺もお前と同じだ。え、シルバー先輩は森で育ったんですか？ああ、俺は昔。待て。もしかしてまたどこぞの英雄の話をするつもりか、それとも親父さんの話。いや、今度の話は俺の実体験だ。なんだ、また突拍子のない話をされるのかと思ったから、実体験なら変なことにはならないだろう。話を続けてくれ。お前の眠気覚ましも兼ねてな。気遣い感謝する。実は少しだけ眠くなり始めていたんだ。俺が育ったのは茨の谷の城下町から離れた山の中にある小さな家でな。俺の父は旅行が好きで、たまに長期間家を空けることがあった。だから俺は一人で留守番を任されることもそれなりに多かった。家の周辺に民家はない。だが豊かな森に囲まれていたから寂しくはなかった。多分パオズ山なんじゃないかな、それ。パオズ山でしょ。ね。子供一人で留守番を、随分とのどかな場所だったんだな。きっと安全でいい環境だったんすね。ああ、毎日とても充実していたぞ。午前中いっぱいは鍛錬をして、午後は掃除や洗濯をするんだ。それから湖に行って魚を取ったり、畑を耕して作物の世話をしたり、森の中でイチゴを集めたり、友達の動物たちと遊んだり、熊と戦ったりした。ちょっと待て。クマ？そうだ。全然のどかでも安全でもないじゃねえか。最後の情報だけで前情報が全部吹き飛ぶぞ。一体どんな状況で。あ、静かに。ララララララ、鏡のかけら、鏡のかけらはどうですかな。あれはゴースト。おい、さっきはよくもやってくれたな。え、さっき何のことですか？ゴースト近いでございます。鏡のかけらを探してるってことは、てめえもあのお方とやらの手先なんだろう。手掛けもしねえぞ。いけない、ジャックがゴーストと戦いを始めてしまった。助け立ちするぞ。さっきの話の続きは気になるのに、ジャックめ、突っ走りやがって。わかった、早く終わらせよう。話が聞きたいとかために。いいね、それ。はーい、ということでストーリークリア。あ、鏡のかけらが3個になってる。これどんどん近づいてきてるのかな。それでいいから続きを頼む。どんだけ話が気になるんだよ。さあ、4の4、不吉な数字ですが大丈夫ですか。それでいいから続きを頼む。異空間なんちゃらの森、なんてものこれ。十字架？ひどい、なんで私がこんな目に。十字架なわけないか。ち、逃げ足の速いゴーストだぜ。周囲に敵の姿はもういないな。さあ、シルバー、さっきの話の続きを聞かせてくれ。森の中での生活を話か、大した話ではないんだが。はっ、ジャミル、もしや、英雄の話をした時のように俺のことをしようとしてくれているのか。そうでなければ、これから共に行動するジャックが安心できないと考えているんだな。遠望神魚のスカラビアか。今日はお前の資料深さに驚かされてばかりだ。ああ、もうそれでいいから続きを頼む。あれは親父殿が半月ほど家を開けていた時、確か10歳の頃の話だ。俺は親父殿の言いつけを破り、ついつい干し肉を畑近くの木に吊るし、吊るしたまま眠り込んでしまったんだ。
翌朝目が覚めると何者かに肉を荒らされていた。そこには大きな爪の跡が残されていた。爪の跡、もしかしてそれが。ああ、クマだ。肉の味を覚えたクマは毎日俺の家の近くに来て食べ物を荒らすようになった。初めは共に来るだけだったが夜に来るだけだったが、日に日に活動する時間が早くなり、大体になっていった。最初は畑の柵が壊れ、次は物置、そしてついには家の扉に爪跡が刻まれた。着実に近づいてくる脅威、想像するだけで背筋が凍る。しかも一人で住ましている時だったんですよね。ほえガサガサ。今のは何の音だ。ガサ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 。ゴーストは物音を立てねえはず。他の何かってことはもしかしてクマ。ねえ、すみません、俺の尻尾が草むらに触れていただけでした。なんだそれ、かわいいやん。人を騒がせな。今のお前たちのように恐怖に駆られた俺は外で見張りをし、ついにそのクマと顔を合わせた。そして友達になった。え？そのクマは自分の子供を育てるため食べ物を探していたらしい。腹を空かせて困っている様子だった。クマの中でも魚取りが苦手なやつはいるからな。それから俺たちは木の実がなる丘や魚の取れる川を一緒に回り、共に食料を集めた。クマはとても喜び、その後は時々子供を連れて遊びに来てくれるようになったんだ。そして彼らは幼き俺の良き鍛錬相手となってくれた。あいつら元気にしてるかな。まあでもなんかこう血生臭い展開じゃなくて、そういうハッピーエンドを迎えるんだったら別にいいよな。これってもしかしてシルバー先輩なりの冗談なのか。わかるぞジャック、お前も本当か冗談かさっぱり判断がつかない。てっきり凶暴な獣を追い払った武勇伝を聞けるのかと。だがもし今の話が実話だとしたら、獣を追い払うよりも確実に難易度が高いことをやってのけている。確かに俺はそうっすね。この独特にずれたノリとテンポ、シルバーと話していると、どうもカリムを思い出す。そうか、あのような気のいい男に似ていると言われるのは嬉しいことだ。クラスでもカリムはよく居眠りしてしまう俺に声をかけてくれる。話し声がする。茂みの向こうからだ。やった、鏡の影を見つけましたぞーい。し、さっきの生きた人間に見つかったら大変だ。そうだ、さっきは散々な目にあったんでした。ああ恐ろしい、気をつければ。あいつは懲りずにまだ鏡のかけらを。待て、また一人で突っ走るつもりか。さっきは驚いたぞ、不用意にゴーストに接近するなんて。何を考えてるんだ、不用心にも程がある。すいません。警告ではジャミルも飛び出していったような。あの時はあの時、今は今だ。いいか、あいつらは今俺たちのことを怖がっている。たくさんいるゴーストを全部魔法で追い払うのは大変だ。少しでも数を減らすためには。うむ、結構な数が集まりましたな。これでハロウィンパーティーに。ガサガサ。今の音は。ガサガサ。足っぽ作戦これ。なんだ、さっきの生きた人間たちではござりまするか。でもなかなか姿を現さない。なんだか様子がおかしいぞ。ガサガサ。ブーブー。わあ、化け物だ。なんでブーだけボイスあんだよ。よし、いるんだ。畳みかけるぞ。おい、ストーリークリア。あれ、なんか集まってんな、どんどん。前は1、5個じゃなかったっけ。4の5、お前は必ず後悔する。行きましょう。お前は必ず後悔する。なんちゃらの森。鏡のかけらをやるから許してくれー。ゴーストを驚かして、戦意を失った者は逃し、不意味な戦闘を避ける。素晴らしいアイデアだな。ジャビルの起点には驚かされる。
いや、俺は君の喧騒に驚いたぞ。潮目を向いて舌を伸ばし、額に真血管が浮かび上がって、髪や振り乱れ。暴風の竜っていうか、森を支配する邪悪な化け物っぽかったっす。ありがとう。驚かすことにかけては自信があるんだ。仕込まれたのか、まさか。父の教えに感謝しなくては。驚かす方法を父親に教わったのか。聞けば聞くほど謎が深まる。一体どんな父親なんだ。さて、ここまででかなりの数の鏡のかけらが集まったな。やはりすべてかけらの裏に数字が書いてある。大量になったが今のところ被る数字は見当たらない。一体何個集めればいいのだろう。そして、すべてを集めたとき何が起こるのか。先輩たち、この木の室の中に扉があるぜ。この木の室の中って何？とにかく先に進もう。そうすれば鏡のかけらの謎にもハロウィンの終わりにも近づくはずだ。おお、これはまた共通する場所かな？あ、ここかよ。奇妙な階段。うげえ、この通路は。ジャックを見つけた場所によく似ているの。それなら瞳の鏡が通じるかもしれない。一度学園長たちに連絡を取って。お前たち、そこで何をしている？え？この声は。カリブ先輩。カリブ、やっと見つけた。お前、どこか怪我をしてないか。ケイナ、大きな俺に気安く触れるでない。カリブが他人の、しかもジャビルの手を振り払うなんて、明らかに様子がおかしい、俺は。カリブ先輩もコースに取り憑かれてる。ふっ、みっともなくローバイル姿が実に愉快だな、ジャンジャクな人間どもめが。ほら、ニヒルな感じで悪役なっぽくじゃなかったっしょ、カリブ君は。乗っ取られてるんだなってわかるね。貴様らのような人間は地べたを這いするのがお似合いだ。俺にヒレフスがいい。でも様にはなっとるな。うお、いきなり魔法を放ってきやがった。くっ、普段より攻撃魔法のキレがいい。あいつ確実に俺たちをぶちのめすつもりだ。やめろ、カリブ。誰かに怪我をさせたら、お前は必ず後悔する。暴れ、俺に口答えをするな。取り返しがつかなくなる前にカリブを元に戻すぞ。やるしかないのか。はい、ストーリークリア。うるさーい。これ誰が言うんだこれ。誰が言いそうだこれ。うるさーい。奇妙な階段。よくもこの俺を歯がいじめり離せ。筋肉で押さえつけてんの、まさか。怪我させないように加減するのが難しい。なんとか動きは封じたけど長くは持たないぜ。どうする？カリブ、頼む。いつものお前に戻ってくれ。これ以上お前が傷つくところもその逆も俺は見たくない。お前はいつも明るく優しく楽しい大切な俺の友達だからだ。ジャビルも俺と同じ気持ちのはず。え、俺？まあそう言われればそうかもな。なんだその曖昧な返事は。ふぬけている。半端な答えにカリム先輩の中のコースが切れた。これじゃ説得できねえ。ジャビル、きちんと答えてくれ。なんなんだこれは。なんで俺が追い詰められているんだ。ジャビル、今日もで手に負えない暴君よりは、いつもみたいに能天気なお前の方がまだマシだ。目を覚ませカリム。静まったか。カリム、うさーい。全然説得できないじゃないか。よく考えたらそりゃそうか。ゴーストに乗っ取られてる時は自分の意思なんてなかったから。
どいつもこいつも俺の命令に背く愚か者どもばかり。この体の持ち主は普段どれだけ意見がないんだ。こんな体にいつまでも入っておれぬ。なんとまあ失礼な。あれみんなどうしたんだよ。なんかすっげえ疲れた顔してないか。緩急えぐいな。ガリム、元に戻ったんだな。よかったっすね。短気なゴーストが自分から出てきやがった。俺が無理やり言わされたセリフのカツカツは一体何のためだったんだ。ここ本、誰よりカリム、実は今学研が大変なことになっているんだ。学研のみんながさらわれたなんて。それにみんなひどいこと言っちまったみたいで本当にごめん。気にするな、お前の本心でなかったことは分かっている。へへへ、そう言ってもらえると気持ちが楽になるぜ。ありがとうシルバー。カリム、お前はどうやってここまで来た。何か覚えてることはないか。それが寝ていたら突然どこからかハロウィンパーティーの続きをしようっていう声がしてさ、そんで気がついたら真っ暗な場所にいて、あれと思ってからはもう何も覚えてねえや。俺も似たような感じです。今思うとそこで驚いたことでゴーストに取り憑かれちまったんだ。本当に部屋に侵入者がいたのか。それにしてもハロウィンパーティーの続きだと、どこまでもふざけた犯人だ。あの時聞いた親父殿の悲鳴、もしやジャミルに気配を感じさせないほどの手だれに抵抗し戦った際のものだというのか。心配しても変ないことだと分かってはいるが、お会いしたのマレーズ様、どうか無事でいてください。ああ、なるほどね。これでフル面揃うのかな、もしかしたら。お、ギャリーモンスターズジャミルが追加と。あれ早いな。まあこれ一旦ね、今回終わりたいなと思ってるわけでございますけども、いやまあとりあえず今はね、こうどん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 と操られてるその、ね、仲間たちを助けるっていうところの段階だよね、まだね、うん、でも結局違うとこ行っても戻ってくる場所は一緒というか、まあまた違う階段なんだろうけどね。まあ狭いように見えてめちゃくちゃ広いんだろう。はい。で、ジャミルさんが手に入ったので、ジャミルさんちょっと見てみるか。はい、これですね。R ジャミルスキャリートです。おお。ブー。狼男の遠吠えが聞こえたら、逃げた方がいい。もっとも気づいた時には手遅れかもしれないな。喉元が、はい、ということで、まあ、これにて今回終わりにしましょうか。いやーおーねやっと通信機が作動したよね。このままガラクタで終わんのかなとか思ってたけど、さすがに序盤に渡されたものがね、最後まで使えないとかな、そんなことないだろうと思っていたが、やっと使えてよかったわ。はい、ということで今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。